は75ページを見ましょう。ここには平等という考えは本当に正しいのかというふうに書いてありますね。この平等というものは能力に従って測られるとか、能力に従って何かがもらえる、これならば全然問題ないと思います。これが正しい平等ですよね。でも多くの人はこう考えていないんです。自分がもしとても貧乏だとして、そして周りの人がちゃんとした暮らしをしているとしたら、自分はなんでこうなんだと普通怒るんですよね。それは自分の働きというものをちゃんと見ていないんですよね。単純にお金だけを比べて自分は少ない、向こうは多い、これは不平等だと感じています。もうちょっとちゃんと自分が社会の何の役に立ってきたかとか、自分の能力はどれだけ貴重なものなのかとか、そういうことをちゃんと見て初めて平等というものが言えますよね。この平等というものの勘違いは多くの場合子どもの頃に生じています。お母さんが子どもたちに何かをあげるときに、お母さんとしては何を考えてあげるでしょうか。例えばおまんじゅうのような一個一個の大きさが決まっているものならば何の問題もありませんね。だけど魚となると大きさが微妙に違います。そうするとお母さんは大きい魚をお兄ちゃんに、小さい魚を妹にというふうにしますよね。そうすると妹はいいな、お兄ちゃんはいつも大きい方って思うかもしれません。でもこれは本当は正しいやり方で不平等ではないですよね。お兄ちゃんの方が体が大きいんです。そしてお兄ちゃんの方がお母さんのためにいろいろと手伝いをしているかもしれません。もちろん大概のお兄ちゃんは妹の面倒を見ていますよね。お母さんは買い物に行くときにお兄ちゃんにちゃんと何々ちゃんのことも見ていてねって言います。ですから妹の方は何もしてもらっていないと感じていても、やはり上の子はそれなりの仕事をしているわけです。こういうところは子どもの目には見えません。これと同様に社会でもこういうところが見えない人がたくさんいます。ですから不平等と感じることが多くなるわけですね。つまり脳が発達していないほど不平等と感じるんだということです。あなたの中の平等という考え、もしかすると間違っているかもしれませんよ。ではまた次回。